翔さん、さすがに30秒で来いは無理じゃないですか？それでも来て、俺にお仕置きされんのがこいつの仕事なんだよ。それひでっす。ほら、とっととこっち来いや。ああ。ったく、またわけわかんねえことを口走り出しやがった。嫌い。は？お前、嫌い。私はもう、お前の許嫁はやめる。もう、お前に、孕ませてもらう必要がないから。何を言い出すかと思えば、お前は俺にベタ惚れなんだろ。心にもないこと言うんじゃねえぜ。お前のことなんか最初から少しも好きじゃない。嘘つけ。お前が俺に一目惚れだから許嫁にって話だったろ。あれは父上が適当なことを言っただけ。適当？おい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 、そんなことでいいのかよ。俺たち将来を誓い合った仲だろ。誓ったことないし。めっちゃラブラブだったじゃん。いつそうだったか聞きたい。だってお前だってノリノリで俺の鬼畜不良プレイに付き合ってくれてたじゃん。意味わかんない。飽きちゃった。もうそういうのやだ。なら言ってくれればいいのに。今流行りの壁ドンやっちゃうし、お姫様抱っこもやっちゃう。それとも下克上しちゃう。今度はトエが女王様で俺が下僕で、そういうのもいいな。あと、二度と、トエって呼び捨てにしないで。じゃあね、さようなら。見捨てちゃやだやだ。あらそう、意外にあっさり別れられたのね。あいつの意外な一面が見られてびっくり。でもよかったわね、これでトエちゃんも晴れてフリーね。フリー？
誰とでも自由に恋愛ができるということよ。恋愛。すすはらくんの奇跡によって神の呪いも解けて、みんなも霊障から解放。つまりもうみんなは普通の高校生なら青春しなきゃ。ん、青春って何？やっぱり恋よね。恋。ムツと鈴の目は確かに恋仲だっただろうけれど、今のあなたたちはすすはらくんとトエちゃんという人間よ。だから恋もゼロからのスタートだと思って頑張らないとね。頑張る。ただ敵は手強いわよ。自分のこと正ヒロインだから大丈夫とか油断してると大変なことになるわよ。正ヒロインって何？近年は正ヒロインよりもサブヒロインが人気上位に来るなんてよくあることよ。油断しちゃダメよ。でもね、最大の敵は他にいるわ。すすはらくん本人よ。どうして？あえて手厳しい言い方をすると、すすはらくんは八方美人系、女の敵の素質が十分にあるわ。すすはらくんは友達になるのはとても簡単だけれど、恋人になるのは結構大変なタイプと見たわ。以前春宮さんが告白して一度は OK をもらったそうだけど、すぐに友人関係に戻そうって言ってきたそうだし、すすはらくんをちょろそうとか思ってると大やけどするわよ。すずも怖い。その上ライバルは3人、半同棲状態の春宮さんに油断も隙もない美濃部さん、ぐいぐい行っちゃう布川さん。トエちゃん、千年ぶりの恋はね、そうそう甘くないわよ。命短し恋せよ乙女。あなたも女なら恋する男その手で掴み取ってみなさい。さて、社会地域奉仕貢献部の諸君、おいら前から言ってたよね、夏休みの老人ホーム慰問の出し物アイディア募集中って。あー、結局何になったんだろう。アイディアなんか募集してましたっけ？キーずいぶん前に相談を受けた気がするな。お年寄りにカードゲームのルールを教える講習会とかどうだ？ナチュラルに却下却下だね。私は一応日程を確保してますので、別に何でもいいです。よくわかんないけど言われればやる。僕も何でもいいな。お年寄りが楽しんでくれれば。